いや、僕はこっちの方が増えると思うんですけどね。まあでも僕の配信見たらわかるから。いや、まあ確かにそうだけど、やっぱなんか爆発力が確率高いですからね、意外となんやかんや、こっちも。いや、爆発力で言ったらこっちやな。あ、そっちかな。いや、僕はこっちが儲けると思うけどな。おじさん。おじさん誰？小木さん、どっちが儲けると思います？ないない。宝くじと宝くじと競馬っす。宝くじと競馬、いやパチンコじゃない？第三の選択肢が選択肢2択与えられて C 出すタイプの人バスロ。じゃあもう全員で1万円をそれぞれのやつでどんくらい増やせるかやりません？額でかい方がいろんな選択肢あるから。でもそれ一番ってむずいんだよな。ゼロになる可能性ありますからね。一番一瞬で消えるからな、バルスロー。宝くじはそのゼロにはなんないから、ある程度はセットで買えば、まあ、宝くじが一番やりやすいな。まあスクラッチですね、宝くじで言うから。でも僕らは増やせれば勝ちっすよ、多分。まあでも宝くじが、いやいや、一発当てればいいですから、もう一番でかいの。スクラッチが爆発しなければ勝てる。じゃあまあ1万円をそれぞれがそれぞれの分野でどれだけ増やせるかというか、最終的にいくらになるかで勝負しますか。おー、あー、誰が誰？スクラッチ、競馬、僕が競馬で、カキさんはあ、パチスロね。じゃあとりあえずやっていきます。はい、パチンコチームです。パチ屋の近くに来たんで動画撮ってるんですけど、まあ実際のところ宝くじと競馬とパチンコって還元率が一番高いのってパチンコなんですよね。確か宝くじが 50%、競馬が 70%、 パチンコが 95% とかなんで、まあ単純にね、その確率の問題で僕がパチンコチームがね一番勝率高いと思うんで、ちょっと期待しててください。まあで狙い台は、まあ、まあ名古屋なんでね、名古屋って言ったら花なんで、花とか打とっかなって考えてます。じゃあ入店。3000円で当たりました。はい、今花3000円で当ててビッグ1回レギュラー1回引いたんですけど、飲まれちゃったんで、ちょっといろいろ考えた結果、まあ店を移動してみようかなって思って今違う店に向かっています。まあちょっと店舗がちっちゃかったんで、あんまり打ちたい台ないかなって感じなんです。待って、7000円忘れた。しまったカード持ってきちゃった。これ7000円入ったまんま、ちょっと戻って変えてきます。
はい、ということでね、バブルケーキ、その宝くじ名駅前チャンスセンターってところでね、スクラッチくじ買ってきたんで、今からやっていこうかなと思います。ワンピースのね、めっちゃ簡単なやつくださいって言ったら、これ渡されたんで、これをね1万円分買ってきたんでやります。全部で50枚ですね。1枚200円。これ1等が50万円らしいんで、これいくらになるんだ最終的に。50枚買ったでしょ。50枚買ったから、ちょっといいっすかじゃあとりあえずもう早速削っていきます。1万円がいくらになるのか。お前今日から大金持ち。いやありがとうございます、マジでもう申し訳ねえ1等50万、2等5万、3等が1万、4等1000円、5等が200円。まあこういう風に絵柄がこれが出たらっていうことなんで、レッツゴー。久々にスクラッチするな。スクラッチなんてしたことない。え、ないんすか。ない。え、ないんすか。あるよ。え、結構やってましたけどね。面白いよ。え、これなんだ、3つ。あ、3つ揃わないとダメなんで、これは、外れです。この時点でちょっとなんかもう揃う気ないけどな、こいつ。まあ揃いませんね。50万ゲットしたら何したいの。50万ゲットしたら家買いますけどねあー、なんか最初当たった。3等じゃない、5等だ。200円です。それは当たるわ。うまい棒20本も買えますよ。最近じゃ買えないのか。あれですよ、あの1袋につき200円は絶対。まあそうですね、これがだから200円で200円になったっていう。え、これ1セットから1当たりしかないとかあります？ああでも当たった当たった。おい、え、1袋で2セット、ね、また200円が当たりました。すごい、これチャラっすね。だからこれもパチンコとか競馬でゼロになっとけば僕の勝ちですからね、この時点で。ああ確かにそう。400円元取ってるんで、1万円が。確かに。めっちゃ強い。1万円が400円になりましたよ、今。めっちゃ強い、普通。競馬だってゼロか儲けしかないから。いや、外れた。外れだよな、これ。どんどん行こう。おお、また200円。え、結構出てきません？これ。まだ200円だから。この調子だと、普通に1万回収できますよ、多分。今600円になってるんでね、やっぱ。カキさんからしたら200円なんて鼻くそだから。みんなそんなみんなそう。みんなそう。どんな不合な発言ですか。炎上しますよ。いや、一等の気配しないな。ワンピースみたいなやつが2個出てくるんだけどな。残り2枚ですね。もう10枚削るんだ。いや、渋いな後半。最後10枚目。これで1セット終わります。あ、1セット10枚になった。1セット10枚。すぐ終わるね。2000円？これで2000円が今600円になってます。おー。まあまあ、あと4セットありますから。残りね、4セットあるんで40枚削ります。じゃあ、11枚目いきます。いや、200円が多いな。ちょっとマジで浮きはしょうもないって。みかんが当たれ、みかん。この時点でもうちょっとな、次のここで、すっ。お、望遠鏡に。ここで、望遠鏡が1万っす。じゃあそれ当たったら感じ。はい、違います。あと4枚のうち多分1枚傾向的に当たりがあるっていう状況ですね。どうせ出ねえよ。右1列。もう最低保証も出ねえよ。最低保証も出ない。400円の終わりだよ。ああ。浮きは200円が当たってしまった。いや、わかんない。最低保証。いや、最低保証プラス当たりが入ってるから。入ってるから。いや、ドイツかな。この波な気がする絵柄的になんか他。え？1,2,4,6,7 のボックス、3連複のボックスと2の副賞、はい、副賞ボックスは 1,2,4,6,7 が、うん、3連複ボックスは 1,2,4,6,7 が全部3着以内にどれか5等のうち3等が入ったら当たる。うん、はい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 。で、2の副賞は2が3着以内、うん、でそれを、1,2,4,6,7 を500円を10組と5000円を1組、副賞が5000円。うん、5000円ずつ。今最終コーナー曲がろうとしてる。
わ、ワンチャン。3つのね、それぞれがもう金額出たので1万円が一体いくらになったのかそれぞれね、発表してもらいたいと思います。はい、自分が一番増えたよっていう自信ある人います？まあ、結構ある。おお、あるんだ。まあ、僕もありますよ。マジ？じゃあ俺自信ないから俺最初にしようか。自信ないんですか？うん、あ、じゃあ柿さんからいきますか。じゃあとりあえず。そうですね、自信ないっていう意味で、はい。まあ僕はパチンコマックスローチに行ったんですけど、まあ、まずはね、スロット花々を打って、まあ、3000円でボーナスポンポンって引いたけど飲まれたんで、そう、飲まれたんで、まあ、この店じゃちょっと勝てないかなって思って移動しました。わざわざ。結構歩きました。台変えるとかじゃなくて店変えたの。結構歩きました。本気で増やしに行って。そう、本気で増やしに行ってます。で、その移動先の店でまた台結構こう時間かけて20分ぐらいかけて吟味して、はいはいはい、その結果パチンコの海物語のライトミドル、あの200分の1で当たるやつで、うんうん、あれを売って、で残金が7000円だったんで、まあ結構ね、当たるかどうか、当たったらラッキーぐらいの気持ちだったんですけど、はい、まあ、なんとね、当たりまして、はい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 、ではそっからはね、単発で終わって2000円を残して当たったんですけど、その残った2000円も全部突っ込んで終わりです。で、最終金額はマイナス1万円です。ゼロっすね。ゼロっすよね、だから1万円が、はい、ゼロ。お金無駄遣いしてますよ。やっぱパチスロはダメですよ。増えないですから。いや、めちゃめちゃ気持ちよかったから。めっちゃあの当たった時ってなった。画面揺れてましたからね。ワンチャンある。いや、ほんとあの有馬ならさ、海わかるでしょ。海はわかる。あのね、撮ってたらスーパーリスかかって、その泡だったんやって、うん、まあ泡だけど、まあ一応撮っとこうかなぐらいの感じで撮ってたんやけど、で1波が過ぎ去ってって、2も過ぎ去って、あ、まあ当たるわけないよなと思ったら2が戻ってきてビクッて。そのビクのし映像に残ってたんで、ね、まあ、とりあえずパチスロは1万円が0円になったということで、僕はね、スクラッチくじ全部削った結果、200円が15枚で3000円と、で別にもう一つ200円じゃないねものが当たったんですよ。はいはいはい。まあ、それが1000円だったんで、あの1000円1枚ということ で、それ以外何も当たらなくてね、全部外れだったんで、合計1万円が4000円になりました。お、この時点でパチスロよりかはもう宝くじの方が1万円は増えるぞっていう。増えてねえんだよ。マイナス6000円増えました。僕はパチスロはマイナス1万円増えて、僕はねマイナス6000円増えたんで、まあ、あとはね、競馬でゼロになっとけば、まあ、やっぱみんな宝くじやりましょうっていうことになりますよね。まあそうね。まあでも、まあ次僕ですね。うん、はいはいはい。まあ、僕は今配信上で多分80万ぐらい買ってるの。マジで？まあ確かに競馬の配信なかなか当たってますからね。で、当てすぎるがあまりに、なんかフォロワーがなんか10万人ぐらいいる競馬 YouTuber にフォローされたりとか、してるんですけども、まあ今日は、今日はっていうか、まあ、この企画の週はちょっと G1 がなかったんで、うん、まあ、地方の G3 小倉記念っていうやつにね、買いました、うん、はい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 。一応僕も本気で増やしに行ったんで、うん、結構昨日夜寝る前に本気で考えて、で結局ね、3連複のボックスっていうのを5組、ごめんなさい、5等10組買いました。はい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 。その5等が3着以内に入れば OK っていう買い方ですね。とりあえず入ればいいよっていう。それを僕は1、2、4、6、7買ったんですよ。はいはいはい、はい、1、2、4、6、7。これすごいですよ、ちなみに1、2、4、6、7のボックスを買ったんですけど、はい、1、2、4、6、7のどれかが3着に入ればいい、うん、1、2、4でも1、6、7、7、7、7、はい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 、2着2、3着7、4着4、5着1だから2から5まで全部当たってるんですよ。おー、2から5位まで全部当たってるけど、1位が3だったんですよね。1位のやつを買ってなかった。そうだから3連複は全部大外しです。わあ。これ500円10組買ってるんで5000円はまず取れなくしてます。はいはいはい。残り5000円は、残り5000円は2の副賞に全部入れました、うん、でこれが5番人気の馬で10倍ついてる馬です。はいはいはい。で副賞が 3.6 倍、これ当たりました。おお。なので、僕の結果は1万8000円です。おお。8000円プラス。すげえ。1万円が1万8000円になったと。
2着に2が来てくれました。ってことはマイナス8000円減らしたんか。アルマさんはマイナス8000円減らしちゃったんで8000減らしたってことでね、あの1万円お金本気で増やしたい人はあの中野アルマ の, あの競馬配信と同じかけ方すればね、あの 毎月増えていくんで、ぜひね一緒に増やしていきましょう。以上です。